れ様でした。佐久間です。今回なんですけど、伝説の2体ルール1つの答えと言ってもいい構築を組んできました。このザシアンと無限ダイナ、この非ダイマックスポケモンの伝説、これを組み合わせてプラスアット1体がで、ダイマックス枠という構築になります。はい、それじゃあやっていきましょう。今回はまあ雑誌かぐや無限とかでいきますか。雑誌かぐや無限、ザシアンで荒らして鉄かぐやでダイマで、ラスト無限ダイナで暴れていくみたいな並びでいきましょう。お願いします。まあ、おそらくは、まあ、初手のザシアンで結構荒らせるんじゃないかなとは思ってるんで、ネクロから来られるとちょっと嫌なんですが、今回インファイトを備えてるんで、OK、イベル。イベルであれば問題ないですね。しっかりと、まあ、イベルだったら、ラプラスの壁展開から入ってもよかったんですが、まあ、ネクロに引かれることを考えるとちょっと嫌っちゃ嫌なんで、ここは難しいんですか？巨獣から行きますか？ネクロに引いてくるかな？引き。まあ、引ける先があるとすればネクロなんですが、サンダー、おっと？ HB なのかな？ここで負けるとちょっと厄介ですが。どうだ？硬いね。硬いのか、これ。硬いのか？ちょっと待って、ダメ消します。これ、ジャレで落ちるよな。普通に考えたら。まあでも、安牌は無限大な引きとかもあるけど、ネクロズマ出してないんだったら、いやまあ、ここジェットだと思うから、一回、ジャレ打ちますか。打つとしてもバーンからは来ないと思うし。オッケー、通る。当てる。オッケー。オッケー、負けらない。もうこれ勝った。もうほぼほぼ勝ちでしょ、だって。シンプルにザシアンが強すぎる剣。S バー、なるほど。スカーフだったら倒されちゃうんだよね。ここはまあザシアン取っておきたいんで、一回無限ダイナに下げますか。シンプルにもうザシアンプラス無限ダイナが強いと。いきましょう。無限ダイナ。この技だったら、まあいい感じに受けられると思うんで、今回まあ CS スカーフなので耐久には自信ないんですが、トンボ返り OK。まあまあいいでしょう。でまあここで、無限ダイナがアークから入ってきた場合は、多分、無限ダイナ落ちちゃうんですけど、ジェットから入ってきたら多分耐えるから、ダイマックスを2回で多分仕留められると思うので、ここはダイマックスを行きましょう。ジェットは多分弾でも耐えそうだけどね、無限ダイナの耐久があれば。おっと、ダイマしてこない。なるほど。S 場でダイマか。そうなるとちょっと嫌だな。勝った、何これ。何これ硬っ。えげち硬いね。かぐや行きましょう、これは。まあ、どうせ、これは、エースバーンが、裏から出てきてダイマされちゃうと、かぐやの出番がないんで、ここは、鉄かぐや行って、ダイマ切っていきましょう。これ、HD なんかな？めちゃくちゃ硬くない？こんな硬いってぐらい硬くない？ダイジェットを打っていきます。さすがに弾持ってるし、相手ダイマしてない？これ受けられると思ってるってこと？バックアウト。あーっと、特殊型だと思われている。急所。まあ、あんま関係ないと思う。シンプルに強い動き。いいね。軽く出てるよ。食べ残し。まあ、イベルダイマだよな。これ、どっちが早いんだろう。
純速だったら、はい、対処されました。まあ、こんな感じで、結構簡単にイージーミンが拾える構築になってます。それじゃあ2戦目の方いきましょう。はい、というわけで2戦目やっていきましょう。これどうしようかな。比較的ランドルス、ハチマキランドで暴れてもいいが、どうしようかな。鉄火がもう物理なんで、まあ、刺さってなくもない。ただ、ランドルスが来ちゃうとめんどくさいことになるから、初手が、初手雑誌置きますか、とりあえず。雑誌、かぐや無限でいきますか。この選出でいきますか。いやー、どうしようかな。相手のメタモンがちょっといやらしいんで、ザシアン、ちょっと置いていっても、まあ、いいっちゃいい。ランドから入ってトンボ展開しますか。ランド雑誌無限でいきますか。ランド雑誌無限でお願いします。まあ、若干相手のメタモンがやらしいんですけど、うまいことサイクルを組み立ててやっていけたらなと思います。ゼルネアス、まあトンボからどうしようかな。これ壁の可能性もあるんですよね。ゼルネが壁張ってくる可能性もあるから、一回地震で詰まりますか。初手ダイムだったらやばいけど、おっと壁張り、やっぱり。威風から。これネクロザシ。ネクロプラス。メタモンとかだとややこいが。仮の壁。で、ここは、一回無限ダイナに下げますか。一応メタモン、ここでミストバースト打ってきたとしても、まあ、無限ダイナの耐久があれば、それなりに、かわせて、で、メタモン来たとしても、まあ、同色ないしは雑誌暗記ができるんで、ミストバースト。あ、結構入るね。まあさすがに舐めすぎか。フェアリーオーラも乗ってるし、ミストバースの威力が低いといえど、さあバシャーもう。なるほど。これはダイマックスを打っちゃっていいよね。ダイマックスいきましょう。一応まあ、結構アースとか打ちにくいよね。ランド引きまで考えたらアースは打ちにくいと思うんで。で、ここで変にバーンとか打ってきてくれたら、大魔法で結構いいダメージが乗ると思うんで。大魔。うまいことテンポ取ってきないな。これザシアン出したの若干ミスだが、これ裏、ネクロですね。これ確かね、壁からの馬車大魔からのネクロで詰ませるみたいな展開ですね。特殊型なのかな？ウォール。ウォール偉い。ここ何打ってくるんだろう。まあただ上からまだ動けるんで、ダイマックスをいきましょう。多分ランドロス取っておくのが一番強いと思うから、ここはしっかりダイマックス層で削りを入れて。硬いね。ダイアース、いい技持ってる。で、ここはランドロス出して、
で、ザッシアンがちょっともう機能してないんで、割とザッシアンが機能してないので、ここはまあ一回バーン打たれちゃうかもしれないですけど、ザッシアンに引いて、相手もジェットとかまあ弱発動させてくんだったら普通に何もしてこないかな。ここバーンでザッシアンシンプルに落とされちゃうだけかもしれないんですが、まあ壁ターンをいなす手段がないんで大ウォール OK。 でおそらくはこのバシャームはそんなに、さすがに壁があるというとサイコファングで落ちると思うんで、バトンタッチしてきたらしてきたで別にいいので、ビルドアップ OK。 さすがにサイファンで落ちないこれ、サイコファング OK。 壁展開にも対応していきます。ダイバーン打たれてたらちょっと怪しかったけどね、いくらまあランドの威嚇が入ってるといえど、ダイバーン、ダイバーンではどの道落ちたし、ハチマキランドで崩せてたかどうかは怪しいです。ここはいいファイトで押していきましょう。勝った勝ったいね、瞑想。特殊型か、食べ残し、まあここは日差しだと思うんでランドに引いていきましょう。まあ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 、ザシアンは、まあ、壁割ってくれただけで仕事したかな。バトンタッチされなかっただけでかいっすね。足バトンできたらちょっとランドでも受けられてないと思うんで、今回まあ HA ベースなんで、多少はメテドラ OK。メテドラは全然受けられる。で、ダイマするかどうか、あんま関係ない気がするけど。地震150で、ダイマしたら130か。どの道次の攻撃は一発耐えそうだし、ハチマキ地震お見舞いしますか。地震。これ結構入るぞ。オッケー、まあ、強烈にハチマキで。あと、急所ですね。これ若干怪しい。ダメ系後で乗せておきます。まあでも、多分受かってはないと思うんで。はい、というわけでここまで。ダイマプラスザシ無限を使ってきました。ちょっと2戦目ダイマしなかったんですけど、ザシアンと無限ダイナがシンプルに強いんで、まあこういった構築もありなんじゃないかなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。